はい。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。えー、今回は、えー、点検最終の令和2年度の理論の問い10に、えー、こちらの問題をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、問題の条件の方ですね、えーまあ、簡単にご説明しますと、えーまあ、こういうのは、あの、検、えー、電器でしたがね、検、えー、電器がございますよと。 で、最初ですね、えーまあ、こういう、あの、まあ、瓶が、えー、ございまして、で、えー、t 字の電極、こちらですね、t 字の電極がいてて、で、t の先端は、このような白になっているんですね。まあ、薄い感じになっていると。で、この、まあ、金属のとこ、電極ですね、に、急空論を与えたんですね。成か風かは書かれていい、分かっていないんです。わからないんですが、急空論を与えたら、まあ、こういうふうに、こういうふうに白が開きましたよ、と。 まああの、えー、まあ、例えばプラス9、あの、静電化だったとしたら、まあ、プラス、あの、電化同士が、まあ、反発し合って、という感じで、まあ、白は開くような形ですね。はい。で、えー、まあ、それに対して、この状態でですね、光を当ててあげたんですね。どんな光かというと、えー、3種類あって、えー、最初、赤外光、えー、次、貸し光、えー、次、死外光を当てたんですね。 で、最後の紫外光を照射したときに、この白が閉じたんですねで。そういう条件において、この1から5のうちですね、正しいもの、正しいものですね、を選んでくださいというようなものが問題でございます。はい。まだと言っていない方は一回動画1時停止して、考えてみていただければと思います。はい。一応選択肢というのがこんな感じになっております。 えでは、順番に見ていきましょう。えー、まず、括弧1ですね。えー、電化球は、静電化であった可能性も、不電化であった可能性もありますよと書いています。これが正しいかどうかですけれども、えー、まあ現象としてどういった現象が生じたのかっていうのを説明するとですね、えー、まあ紫外光、紫外線が当たった時にですね、あのー、電子っていうのが、あの、光電効果っていう、えー、光電効果。 こういうふうに書きますけれども、光電効果によって電子があの導体の外に弾き出されたんですね。えーまあ、あの赤外紫外線からあのエネルギーをもらって、えーまあ、UV ですね。UV からエネルギーをもらって、えーまあ、電子っていうのがあの飛び出していったということになりますね。でここの、えーまあ、金属の端っこから電子が飛び出していったよと UV によってですね。 そういうことが起こったので、電気的に、この電極が電気的に中性になって、ここの電荷たちが中性になってしまったので、反発し合う力がなくなって閉じましたよと、閉じていきましたと。こういうような現象が起こりました。ですので、電子っていうのは当然不電化ですよね。不電化がこうやって出ていってで、電気的に中性になったのであれば、 最初から、えー、最初に与えられていた電化球っていうのは風であることがわかりますよね。はい。まあ、例えばマイナス1クーロンが与えられてて、で、その後ですね、えー、UV が当たって、紫外線が当たって、電子が、えー、飛び出していってですね、その、その電子が外部に出ていった量が1クーロンに、えー、まマイナス1クーロンですかね、になった時に電気的に中性になってハックが閉じたと。こういったことが生じたんですね。 それを理解した上で、えー、ま、選択肢見ていきますと、括弧1っていうのは、えー、静電化であった可能性があるって書いてるので、間違いですね。はい。静電化ではありませんと。で、次ですね、えー、紫外光が特定の強度よりも弱いとき、えー、白は全く閉じなくなると書いているんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ここはですね、あの、強度ではなくて、あの、波長が関係してくるんですね。はい。 特定の波長よりも、えー、長くなると、えーまあ、白は、ま、全く閉じ,た閉じなくなる。といったことはあるんですけれども、えー、あごめんなさいあの。全く閉じないっていうのは言い過ぎかもですね。はいまあ、いずれにしてもあの、強度が弱くってもですね、まあ、ずっと当て続けてたらですね、まあ、そのうち確率論的に、えーまあ、電子があの光電効果によって飛び出していきますので、まあ、あのいずれかはあの、いずれかのタイミングで、えー、電気的に中性になる時が訪れますよという。 ということになりますので、まあ、これも誤りですね。で、次、かこさ3ですね。えー、赤外光を照射したとき、えー、上部電極に、えー、熱電子が吸収されたとありますけれども、まあ、ちょっとこれは、あのー、まあ、何を言ってるのかよくわからないですね。あのー、熱電子っていうのが、あの、まあ、どっかから来、え、た、ー、って書いてるんですけれども、まあ、そういうような、なんか、あの、すごく熱い物体が近くにあるとか、そんなことはないので、えー、まあ、ちょっとあの、 当てはまらないかなというような形ですね。はい。で、次4番ですね。可視光を照射したとき、上部電極の電気抵抗が大幅に低下したと書いてるんですが、それはあの、ないですね。ちなみに温度については、あの、電気抵抗に依存するもの、 電気抵抗が依存するものとして温度っていうのがありますけれども、温度はあの、あまり変わらなかったって問題文の方に書いてましたし、えー、まあ、特段あの、大幅に低下するような、えと事柄っていうのも、そういう現象の要因になるようなことっていうのもないと思いますので、これも違いますと。では、最後5番が正解なんですが、えー、紫外光を照射した時、上部電極から光電子が放出されたと。まあ、これがあの、さっき言ってた、あの、光電効果ですね。はい。 光電効果ですよと、はい、今回の問題は以上ですね。光電効果について知っているかどうかっていうような問題でございました。ちょっとあんまり出てくる頻度も少ないと思いますし、あの、ま、ちょっと知らないなという方も多いかもしれないですけれども、これを機に覚えておいていただければいいのかなと思います。 まあもう少し補足しますとですね、ま例えばこの電極の境界の付近ですね、境界付近で、まあの、まちょっと難しい話になるんですけれども、ポテンシャルの障壁っていうのがあるんですね。えっと、こういうような障壁があってですね、で、あの、こっちが空気中とエアーですね、エアーで。で、こっち側が金属ですね、メタルですよと。 で、メタルのところに、え、電子っていうのはいてるんですけれども、え、ま、外部からですね、え、UV が入ってくることで、この電子にエネルギーを、え、もらうことができるんですね。で、そのエネルギーっていうのが、え、ま、あの、この、え、ポテンシャル障壁よりも大きければ、ま、仕事関数とかもいったりしますけれども、ま、要するにこのエネルギー分だけ以上に、え、ま、エネルギーをもらえれば、え、こういうふうに、え、ま、空気中側に、え、ま、移動することが、え、できると。 そういうような形ですね。他のですね、特段のエネルギーをもらっていない電子については、この壁をですね、乗り越えることができないので、普通に金属中に留まっているという形ですね。 でちなみに、この、えーまあ、どれだけ電子にエネルギーを与えられるかっていうところは光の波長に依存しまして、で、えー、その波長がですね、えー、短ければ短いほど大きなエネルギーを持ってますので、その分だけ大きく、えー、まあ、冷気というか、えー、エネルギーを、えーまあ、受けることができるんですね。まあ、なので、最初の,あの赤外光とかは UV よりも波長が 長いので、エネルギーが小さいんですね。だから、多分十分なエネルギーを与えることができなくって、えー、その結果、光電効果に至らなかった。まあ、空気中に電子が放出されなかった。まあ、そういった形じゃないかなというふうに思います。はい。まあ、最後の方はちょっとまああ余談ぐらいに思っておいていただければいいんじゃないかと思います。まあ、要するにですね、あのー、まあ光が、えー、金属に対して光を照射してあげると、えー、まあ場合によっては、まあえーまああの 電子がですね、外に飛び出せるだけのエネルギーを与えることができれば、まあ、光電効果という、えー、現象によって、まあ、電子があの電極から飛び出てくると、えー、いうところをあの、まあ、理解していた,いただければいいんじゃないかと思います。はい、えー。では今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。